最近怪奇現象ですよ。物音とか足音とか声とか聞こえる。鉄でしょ。ナイトジュリンかと同じ2人に似てなかったでしょ。でも両方とも同じ場所で、それで俺もう、あんたもっと早く帰ってくれって言われた。男の子の何の声、うわぁ4人とも全員聞こえてるんです。同じタイプで今聞こえたんです。聞こえたんです。お邪魔します。今日は泊まり込みで調査しますんで、こいつとハンガーがこうやってここに謎に。やばい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 。そこの部屋にいますよね。外においでよ。ブリブリブリ。影になって見えなかった。最近怪奇現象がすごい。本当に、うん、物音とか足音とか声とか聞こえる。鉄でしょ。マジで鉄の人かと思った。何じゃないです。なんで断言でいい。なんで隣の物音とかは階段の上る音しか聞こえないんで、隣はだいたいテレビの音とかも聞こえたことないし、会話も聞こえたことないんですよ、うん、でここ最近奥さんが今その実家帰ってるんで、うん、その間のにで起こった出来事が、それ何回だ、1回だけ、ほぼ毎日なんです。やば、うん、そうでしょ。本当にいいの、お前てこいマジっすよ。それ嫁と子供がおるとき、夜と子供が喋っとったら前は一人もんね、聞こえんだけど。まあ延長じゃないの、一人で話してるから。4ヶ月目なんですよ、うん、実家帰って、うん、ここ1ヶ月の話なんで。急に毎日聞こえる声って、どういう声、なんか笑い声とかもありますし、怖っ怖っ。テレビで見るもん。あ、ちょっとどうぞどうぞ。昼間も、昼間は僕だって仕事出て、日曜日とか日曜日出ない、家にいないようにして。一人怖いもんね。怖いってことか、気性悪いんですよ。怖くないもん、そうなの、よく帰れんけど俺自分一人でも怖い。でも社長んちも結構スマホ出しましょう。ははは死んだっすか。確かにこの方とか言えんだよ。前、あの泊まった日、やばかったっすね。お前霊感あるじゃん。それ霊感あるっす。そう、俺の人の時やばかった。お前そういうこと言うなってよ、お前欲しいよ、お前俺の人の話すんな寝る声俺の人の時に感じた。そう、階段から誰か降りてきてるなと思って、社長かなと思って。あ、社長じゃない、誰だろう。そう、だいたい2階から降りてきてる、ずっとこの階段の奥。あ、めっちゃ怖いなんか物が遠くてする、本当に。俺んち狙ったまま高いかなとか思っちゃう。なんか怖いっていうのはないんだ。なんかふと怖いときあるけど、テレビで怖いやつも見とったら、エネメトリックスとかで、で扉もう閉めるから、俺ずっと開けっぱなしなんだけど、大好きで扉だけ閉めてるから、なんか嫌じゃない、そこ立っとったらなんかまあ、おるのがいいけど、全員見ない、おるのがいいけど、それぐらいは、嫌だなって思うね。あれっすよ、MZ8 さんから連絡来て、うん、おたけ今うわ、お前顔ブルー震えとるぞ。そう、なんで出産祝いで、なんか MZ8 のお菓子とあれば、ちょっとじゃあ MZ さん、出ましょうか。 T シャツとか送ってもらったのをお礼をしたんですけど、またタケも送ってもらったんですよ。あ、マジで。そのお礼をした時に、おたけ気持ち悪い。え、なんか話しの動画送ったの、お前に動画送ったの、はい、なんで息量がついたんですか。声で手震えとるってやるの、ね、ガチや。最近っすよ。てか、なんかそうですよ。それが言ったらマジだよ、だよ、だよ。言ったー、この人感じるのかとか思っちゃったっす。僕がなんか、タケのことを聞かれたんですよ。うん、連絡取ったって言ってたんですよ。うん、その時に、タケタケ、どうしたの。でも YouTube 出てなかったのに、やめたのかなって話して、うん、すごい話をしたの、うん、言われましたみたいな、このまま話したんですよ、うん、その時に僕が言ったんですよ、うん、結局、生き量がついてるみたいな、うん、誰か、誰か、それは霊媒師です。あ、お前が言われたの、ね、それ誰か、MJ さんじゃなくて、ま、た普通にお前が言ってもらって。僕なんか、その怪奇現象起きる前に違和感感じたんですよ。そう、しっかりな視線感じて、それでお前嫁の実家だろ。
今嫁帰ってるので、うん、で会いに行くじゃないですか、うん、その時に何か感じたんですか。車で、いや家の家の中でもそういうのたまにあるんですよ。子供あるんだろう、そういうの。だけど霊感とかじゃなくてビビりだもんね。なんか考え出すとなんか、あなんか手が気になるわみたいな。だからそういう時ってあるじゃん。そういうレベルじゃなくて、でそういうのってすぐなんか大げさにやつ思うじゃん、お前って。小学校持ったんだからずっとなんかあそこに死んだ中で女の子座っておるとか言って、それ絶対嘘つきだもんな。給食絶対牛乳飲めなかったんですよ。だから俺みたいな健康体になんか牛乳飲んでほしいもんこれ言っとくのかな。でもそのそれが起きて霊媒師に見てもらったら息をついてますっていう話で、うん、で帰ってきて、うん、やけに物落としたんですよ家で。その生きようの40年突入すごいですよ。 YouTube が変わりました。嘘、うわ怖っ。なんかいやいや俺が風邪ひた風邪ひたかもしれない。エアコンか、うわ怖っ。嘘、ほんとフワーって感じだよな今、うん、そういうレベルじゃないです。なんか気色悪いですよずっと。2人に見てもらったんでしょ。で、そう人2人に見てもらったらしいんですけど、でも両方とも同じ場所年とかも言わずに40代の女がついてるんですよって言わずにどんなやつですかって言ったら一致したんですよ。そう、それがみんな怖いでしょ。それはタギについてる、僕についてる。だけどその嫁とか子供とかにもなんかちょっかいかけてるんですよ。でやったバレるとめちゃくちゃ怖いね。なんかカンタが言うとめちゃくちゃ めちゃめちゃ怖いわ、なんか。怖いわ、怖いわって。ほんで、ほんで、ほんで。結局戻れなくしてるみたいで。実家に、実家からこっちに。あ、そういうこと。もう1ヶ月、2ヶ月前ぐらいから、長引いてますよ。あったんですよ。なんで長引いたの？で、電話をつなげると、つながらんし。え？えぐっ。嫁に電話するじゃないですか。邪魔されるんじゃないですか。ね、それは分かるんだけど、そのどういうこと、つながんないの？つながんないと、おかけになった電話とかってなるし、フェイスタイムみたいなのあるじゃないですか、の途中で、もやかかってるわけとか。そう。それ電波だもん。いや、もやはかからんぞ。電波だもんね、消えるか止まるかじゃない。デジタルじゃんから。声はつながってるから。声はつながってるのに、画面が止まってたり。止まるのは分かる。電波が悪いとかじゃない。で、それで俺も、あなたもっと早く帰ってくれって言ったら、なんで怖いから帰ってこいみたいな。そうなんで今週一緒にあのお払いしに、あ、絶対行った方がいいって。でも生きるって払えないって言うんですよね。いや、俺は払う。生きた例だもんで、女性だったら。まあそうだよな、直接時間が時間が必要って言うんですもんね。その女の生き例が、はい、そうやってやるんですよ。まあ、タケのこと多分好きなわけじゃないですか。おうおう、タケのこと嫌いになるまで生き例は抜けないって言うんですもんね。バレッシュもそんなに意味がないって。そう、いや、もう全然忘れる、全然言ってやべえじゃん。そうなん、そうでしょ。お遊び半分でヒデとレイとカンタ君が家来たんですよ。隣に、いや、その怪奇現象本当かどうかっていう。本当だった。何があった？男の子のオンライン。うわぁ、そうでしょ。お前が聞こえた。お前聞こえた。いや、4人とも全員聞こえてるんです、同じタイミングで。本当に今聞こえたんです。聞こえたっす。で、まあ、嘘つくなよお前ら。だからそれまでなんかそのなんていうんですか、まあ、なんか魔除けみたいななんかチーンって鳴らすやつがあるんですけど、僕ふざけてそれをチン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 で、カンタさんたちもなんかお前ちょっと動画撮って行ってこやみたいな感じでちょっと半分ふざけた感じで言ってたら、なんかその急にうーんみたいな聞こえて4人ともすくってあって。マジっすか、ほんとに。で、ちなみに僕の家、アパートなんですけど、うん、右隣の部屋はお母さん、娘2人の3人家族なんですよ。で、こっち側はお父さん、お母さん、子供がいるんですけど、うん、お父さんはもう夜勤でいつもいないんですよ、うん、なので、男の人の声が聞こえるシチュエーションがないんですよ。そう、あの時間帯で。それはもう、なんかもともといる霊。そう、家にもともといる霊はいたんですよ。お前何者？でもそれは本当だよ。なんか前から言ってたんですよ。翔くんもだって言ったじゃん。なんか僕も吸い取ったらしいんですよ。あ？生き霊が。誰に？僕に。なんで？誰に言われた？タケス。
なんでわかるんすか顔色と多分疲れる。もうそういうやつおるわ、なんか人の中で見てすぐ霊とかないとか最近聞こうだから宗教の入り落ちそうなの。あ、なんかそれそうよな、なんか変わっておるよな、なんかすぐなんかちょっと最近やりたい調理が絶対霊ついてるよ、いうやつおるじゃん。フォートかどうかを動画撮った状態で誰か足場から一人で一人僕の部屋に泊まってもらって。お前は泊まらんの？僕だって毎日してるから。誰かお前ら泊まっとるよ今日。用事ある。一人で。ちょ本当勘弁してください。だからじゃああいつ行かそうぜ。あいつ用事あるから。いや、あいつもなんかあるらしいんですよ。あいつもついてるの。あるらしいんですよ。いや、何だ。電話が。そう。で僕昨日普通にご飯食べに行ってて、夜電話かかってきて、本当物音とかすごいんですよみたいな。家で。そうっす。まあ足場のやつは。今ちょっとめっちゃ。やられたんちゃうの。でも余韻聞いてますから。同時に。なんでうちにやったわけわからへんやつばっか入ってくるなあ、やばいねそう、で、あいつ電話かけたの。電話かかってきて、なんか用事でもあるんかなって思ったら、なんかそんな内容で。いい、やばいっすよ、今って、まあ、めっちゃとりあえず大丈夫だから、またなかったら電話しないっていうそう冷静やな、レイ君は。いや、その料理も言うと、ちょっと僕が寝てるその隣の部屋、畳あるじゃないですか。の部屋松田くん多分知ってると思う。一番最初に俺が行ったことでしょ。まああった多分で絶対あの部屋に入らないし、僕らが行ったら全然わかんないです。僕も見に行ったんですけど、うん、あ、そうやって聞いてる。ちょっと見たいな。鈴野さんは何もないと思う。ないのかな。何もない、何もない。僕何も感じたことない。あいつ普通に、うん、あのその部屋見て、あ、そこに角にいますか。あ、そこに角に。誰高橋です。嘘、あ、そんなに面白い。カミコさんみたいな面白いか。僕とカントさんが外で待機してたんですよ。おで、なんか台所水流れてるんですけどとか言い出し、お見に行ったらなんか最初濡れてたんですか。な、出してないのに濡れてたかなんかで寝てましたって言うんですけど、おそれちょっと怪しい。作ってるその後にこいつのだけの家に行ってるんですけど、そのさっき言ったなんかチーンっていう、なんか響くんですよ、うーんって一回だと、それがなんか止まったら霊が消防みたいな。あ、そういうの、あいつの音、俺が持ってて、なんで持ってたんだよ。違う、カーッって持ってたら霊が嘘で、霊が嫌がる音みたいな感じらしいんですけど。ああ、そういうことな。高いとか低いね。いや、そういうことなんかありますよね。なんか、それかそれか。もう入っとるんですよ。月々だってお金払ってますから。で、それをあいつがやってたんですよ。じーっと。で、あの、この辺に男の人。お前、こっちにしない。で、なんか、俺はそれは感じてなかった。ここにおるやつに向けて、なんかこうやって鳴らしてたんですよ、チーム。ここにおるから。そうそう。そこに、チャリで鳴らしてたんですよ。で、なんか、チーンってパッと止まったんですよ。本当に止まったんですか。本当に。怪しいですよ。なんで。めっちゃ。でも階段のところはガチでいるっすよ、僕もやってて止まるんでって言って、でもあの日は止まらなかったんだ。そんな、まあ、そんな言うほど。なんかでもそういえばなんか短いなみたいな感じがあったんですけど、止まるの男止まるの、うん、うん、あれはやっとるんですよ。だってあれはあの器具だって先端触れば止まりますから。カーテンかなんかでちょっと怪しいですよ。本当かどうか分かんないですよ。あれでも聞こえたんですよ。やってますね、間違いなく。そう、あいつちょっと止めさせる。動画でっかいカメラ、あと見せてくれ。わかりました。検証させて。無理だわ、行きたくねえ。知らってるじゃん、無理だわ。知らってた。おお、遅い。お前何、霊感あるの？霊感ある？霊感あります。嘘つくなよ、お前。あの、自分の家やばいぞ、あの量。あ？あの量やばいぞ。それ、そう。それ、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 
どうだって言われてる絶対無理だ俺外で待機しよる無理ですって本当にいや一人だからさ二人だったらいや一人で現役現象取るのは無理だと思うよ俺マジで無理だよこんな六角だって六角さんがしんどかったじゃないですか何六角あれ気色悪かったあれ気色悪かったっすねあ口もってらしいなお前六角さんでもやばかったっすよなんか何六角やばあの後新スポ行ったんすよあ心霊スポット行ったんですよそんなとこ行くなんだよお前アホみたいなそれで取り憑かれて持って帰ってきたんじゃないそう4人でお前だぞあの家行った時にうんでも帰ろうと思って帰ろうとしとったんですようん新スポ行きましょう新スポ行きましょう何これ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 何そうだったので2人で行ってますからそう本当に六角堂っていう、うん、何なんですかね神社じゃないですかなんか、うん、お稲荷神社みたいな古い神社そこがちょっと有名な心霊スポットよいくらバカだよしかもお前そんな取り憑かれたんじゃねえの聞こえなかったなあれがそう何で何みたいな普通に六角の建物があるんですよ、うんでそこに行くまでに鳥居みたいな古い鳥居みたいなのが何個も連なってて狐の時物がこう2匹いるんですよ、うん、そこ通ってる時に何やるって見えないですもやがもやが見えたんですよもやが見えたんですよはいいるんですよ何がで僕はボヤしか見えてないいないよ、いないよ下手だよ、おばあちゃんがいた2人で会話しとるだけ俺はボヤしか見えてないもんで、こいつが見えるって言ってたもんで、うん、わあれ何っつって言ったらおばあちゃん嘘つくなんて、お前本当ですかそうその六角の目の前行ったらまた、なんか変な違和感感じたもんな行かねえとかって言ったら、おじいちゃんですでお前らみたいなやつ一番最悪じゃんお前らのセットがレイガオンレイガオンって頼んでるやつが最初に行ったらもう最悪したらどっちあれだいいやつがレイですあれもレイだもん最悪だよなそんなやつ毎回やるじゃん鳥居くぐってた後にその入り口のとこに電柱があるんですよおそこでなんか寒気してうん聞こえると思って二人とも聞いたらおじいちゃんついてきてまたおじいちゃんからついてきてます何言うねんじゃん見る話ちょっと怪しいわこいつねえちょっと一応本当にはもう責任取ってお前ら交渉してもらう次回検証お願いしますまあ日曜日なんじゃない日曜日でも明日お払いしちゃうちょっと家をお払いするのちょっと待れよちょっと待れよ僕と家を二人でね決めじゃん明日仕事休みっすどうせやろ大丈夫できますそのボイスだよおせえ行けせえよ分かった特等席用意してるあの飯だけがおたろ2人で1枚な2回止めますわ別々出るでカメラ2台設置しようか俺1回がいいっすダメだよ俺いつも2階で寝てんだから俺1回がいいっす2階でいいよ俺カメラ設置しようかまあ分かりましたはいじゃあ本当に実際検証したいと思います視聴者の皆様おはようございますレイの取り憑かれたお家タケくんの家に来ましたお邪魔しますめっちゃ痒いですこうやって安井くんが来る前に怪奇現象の音とか聞こえるようにテレビをつけないようにつけないようにしてて、はい、でインスタライブをしたんですねずっとしてたわけですよ今これ電源入ってなくて赤いランプ見えますはい見えましょうその赤いランプが今電源入ってない状態なんですけどリモコンはもうずっと定位置でここにあったんですはいで電源がつくと緑になるの分かりますはいで緑になってその緑は気づかなかったんですよでテレビつく前にこのちょっと明るくなるの分かりますかはいこの状態がずっと続いてました怖いねーで普通にテレビをつけるとこういう画面に出るんですよこの画面も出ず暗い画面のまま
怖いね。その後に慌てて消したら後ろからフフフフフ女の人の声。なんで女の人の声で慌てて消した瞬間に笑ってました。おー、探し声。ちょっとお家案内してよ。今日は泊まり込みで調査しますんで、本当なのか嘘なのか。もう普通に家の中入っていくと、僕の家は1階と2階があるメゾンタイプですね。そうです。で、正面がトイレで、こっちが風呂場で、もうこれ上がっていくと、寝室があって、子供部屋があるんです。で、あそこにカメラセットしてな。その物音がよく鳴るのが2階から階段にかけてなんですよ。で、僕はもうここ最近1ヶ月間はその物音とその声が笑って笑うな。声が聞こえるもんね。ちょっと僕もビビるんですよ。隣じゃないんかなって僕は思っちゃうけど、違うよね確実に。だって隣だったらここ1ヶ月の間にこんな物音なりますかって話なんですよ。はい、前から鳴ってたでしょと。そう、何も聞こえへんな。ちょっと上がってみようよ。ここが一番やばいやろ。上がまあここが一番やばいゾーンね。ここが一番やばいゾーンです。はあ。で、まあ、あのベッド関係はモザイクかけてもらって、あの薄いモザイクで、ね、薄いモザイクね。で、上がっていくとこの洗濯機を、あ、洗濯物を僕ここに干してるんで、で、2階なんで登ってこれないんですよ。なんでいつも洗濯物干して窓開けて出勤するんです。さっき窓開いてなかったんですよ。おお、まさか。入ってこの部屋を様子見る時に、安井くんも触ってないじゃないですか。触ってない。僕も触ってなくて、僕らも触ってないです。こいつなんて1階にいたんで、いましたよね。言ってた。で、見たらここ3つの洗濯物が揺れてなくて、こいつとハンガーがこうやってここに揺れて、それ揺れるんじゃん。ちょっとこうやったんじゃん。でもそしたら手前も揺れるじゃないですか。手前も揺れてなく、この2つだけが揺れてるんです。全部動くはずなんですけど不気味やな。動いてなかったんですよ。気にしすぎじゃないです。揺れてたらレイカール2人やな。僕全くないから。ちなみにさっきそこにいたんですか。俺いてた。見えろ。僕は見えるタイプなんで。見えへんやろ。いや、見えます。本当マジかよ。今はいてないこの部屋。今はそこじゃなくて、多分こっちの部屋の。こっちの部屋にいてた。いてんの。そこに座って。モザイクでお願いします。座ってんの。あの絵本棚みたいなのあるじゃないですか。あそこにいるっすよ。ほんまですか。で、冗談抜きで、いや、冷やかさないときその TikTok ライブの時に、チョウ君を小窓に上げても話してたんですよ。はぁ。で、動画回せと。はぁ。スマホで動画を回せと。おぉ。その今起きてる現象を。おぉ。しばらく撮ってたんですけど、携帯の画面がバグるわ。さぁ。僕の携帯じゃなくて、とうとうこっちの僕のヒデの携帯もバグるわ。階段で物音するもんで怖いなと思って、それを言ったら翔くんが階段に携帯を置いて、しばらく置いといたんですよ。竹さんの携帯を録画かけて置いといた。で、見返したら画面の右側だけ、ずっとぼやけてます。ちょい、その映像見せてよ。さあ、衝撃映像まで。しかも5。やばい。さ、安井くん、それ以上にもっとやばいことが起きてる。何？ここ今再生されてるの分かります？このあと階段の映像があるんですけど、あ、今見ました。いや、ここ白くなってたの分かります？いや、分からなかった。もう一回。今これヒデヒデって映っとるじゃないですか。これ以降が真っ白になってたの見えました？見てなかったですか？見てなかった。あ、ちょうど多分撮れてますその映像が。バグ、携帯バグってる時です。止まってます。インスタライブで普通喋ったらこうやって動いてるじゃないですか。ずっとこの同じ画面なんですよ。この画面で止まってます。動かないですけど。
普通手やったら手が反転して映るはずじゃない。それ電波悪いだけとかじゃなくて、数分前に、はい、やばいな、悪かったら電波悪いっていう文字が出てくるんですよ、うん、しかもテレビカメラ普通に撮ってるのに真逆になってる。全部反転して勝手に入りました。で、どこ見てくれると光の加減で本来ここにあるんで照明が、ヒデの方がぼやけるのが分かるじゃないですか。僕の方がぼやけてるんですよ。見て分かりますか。映像見てもらえば分かるんですけど、照明が真上にあって、ちょっと座ってみてよ。何何何キーンって分かります。キーンってこれじゃない、さっき俺もちょっと反応したけど。違います、あのその音じゃない、あの電車のブレーキ音のキーンってみたいな感じの音分かります。いや、わ、音分かる。あれの真上になってんの。やばい。ヤセ君、そこの、その、テレビの位置から撮ってみてください、うん、で、こっち向きに撮ってください、うん、ぼやけてます、僕。また見直しとくわ。これが証拠映像ですね。証拠映像今、もうや、やば。今は大丈夫ですね。見えました？見えた。半分だけ。寝てみようか、とりあえず今日は。安井さんが見て。まあ、ちょっとお風呂入って、やることやって帰ってください。12時とか1時まで起きてる？あ、とりあえず僕らしばらく検証しながら起きてるかなと思って、うん、お願いします。では、失礼します。今からまた地獄のタイム始めます。マジで、切りました？うん、聞いた聞いた。あれ、ちょっとカメラに電話して。あ、わかりました。動画盛り上げるためにあれ、一人検証しようか。階段座りますか？いや、この部屋で、俺外に行って、交互に。あ、この部屋で。15分交代で。すいません。じゃあ、今から15分間、一人タイムで行きたいと思います。思います。とりあえず何かあったら、とりあえずここで待機して、はい、物音とかがしたらそこに行きますっていう感じ で明らかになんかちょっとヤバいと思ったら竹さんに電話します。40分まで僕一人で行きたいと思います。じゃあ行きます。とりあえず一人検証やっていきたいと思います。怖いですね、今とりあえず何もないです。とりあえず今シリに話しかけて、ここにお化けいるか聞いてみたいと思います。ここにお化けはいますか？はい、きっと、いえ、うん、どうでしょうね。すみません、今階段から音聞こえました。ちょっと一回階段の方行ってみたいと思います。今階段から音聞こえたんですけど、よし、またちょっと待機してみたいと思います。で、あと今からお化けと喋れるアプリがあるんで、それ使っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。ここにいますか？迷惑。ここにいますかって聞いたら迷惑って言われました。すいません、迷惑かもしれないですけど、今からちょっと撮影させてください。すみません、そこに女の人いますか？彼女は私に言った。
あなたはなぜここにいますか。すみません、ここに誰か今いますか。女の人がいればはいって答えてください。音を立てているのはあなたですか。1階と2階に今どちらにいますか。これでそこのとこ、あ、まあみんなついでなんですけど、インスタフォローと TikTok フォローお願いします。TikTok は災害級の顔面って調べれば出てくると思います。すいません、今ちょっと2階から声聞こえましたんで、一回また2階行ってきます。あんま行きたくないんだよね。じゃあ今2階から声聞こえたんで2階行きたいと思います。とりあえず今のところ何もいないですね。今のところ影も何も見えないですね。はい、すいません、40分になりました。一人検証とりあえず僕の番終わりです。変わりました。はい、58分まで一人タイムしていきたいと思います。で、今ヒデが出るんで、はい、出ました。53分まで一人タイムやっていきたいと思います。まあちょっと今入れ替わった時にヒデからいろいろ聞いたんですけど、うん、ね、いろいろ聞いたんですけどね、ちょっと蚊が入ってきたな。はあ、うん、早速ラップ音が聞こえました。取れてるかわかんないですけど、始めていきます。この部屋にいますよね。いるの分かってるんですけど、この部屋にいますよね。取り憑かれて迷惑してるのは僕なんですけど、答えてもらっていいですか。何も答えないですね。何も音が聞こえないですね。バカげた。なんだバカげたって、なめとんのか、ほら。ラップ音をしましたね。視線を感じるんですよね、ずっと後ろから。聞こえてるんですよね、絶対聞こえてる。ならちょっと返事してもらっていいですか。特に返事。外においでよ。なんで外。外においでよってことは外にいるってことですかね。ヒデに取り付いてる今。聞こえたな。迷惑なので道に迷いました。迷わなくてもいいよ別に。家の中で道に迷う意味が分かんないです。じゃあ58分になりましたんで終了したいと思います。はい、今2人揃いました。揃いました。ちょっと内心ビビったな。そう、怖いですね。ちょっと怖いな。いや、ラップ音響はなかったっす。めっちゃ鳴ってた。しかも2階じゃなくて1階で。マジっす、僕は2階だったっすね。まあちょっとまた継続してやっていきたいと思います。検証していきたいと思います。ちょっと僕は怖くなって 2階に行けなかったですね。僕何回か行ったっす。俺無理になっちゃったな。階段でやりたいと思います。はい、ここで。今階段に誰かいますか。カメラの後ろに誰かいますか。耳鳴り鳴ってんの、ずっと。
階に誰かいますか？2階に誰かいますか？なんでこんなみんなになるんですか？うん、めっちゃ乗ってる。ブリブリブリ、やべえやべえ、今の取れてるかもしれない。今の絶対取れてますよね。絶対取れてる。パン、あの部屋ですよね。あの部屋だ。ちょっと待って、マジで無理や、今のは無理よ。パン言ったな。パンって言ったです。今のはやばい、今のはやばい、今のはエグいっす、うん、今のはやばい、今のはやばい今のはやばいって、今のはやばい。すいません、皆さん今2階でやばいこと起きました。多分2階のカメラで、2階のカメラは絶対あの音は撮れてると思う。ちょっと精神統一します。ちょっと1回リラックスタイム入ります。やばい、もう疲労が。あ、お疲れ様です。やばい、あのちょっと普通に竹さん家入ってきてください。はい、お疲れさん、お風呂から戻ってきましたよ。はい、お疲れさん。これ仕込みやろ、これ Wi-Fi 接続エラーって、これ仕込みじゃないです。え、ね、Wi-Fi 切ったらです。あ、そうなの。えぐかったっす。多分2階のカメラ音入ってるぞ。マジ、とりあえず今のところなんも。うん、の今うって言ったな。そうです。とりあえず今のところなんも。なんだこれ、う、多分男の人の声なんですよ。いや、さっき僕、この時僕しかいないんですよ。うん、僕一人で家の中にいたんで。うん、で、竹さん外にいて、うん、で、僕靴下履いてるじゃないですか。うん、で、こうやってやってもならないんですよ、あの音が。うん、で、竹さんって聞くじゃないですか、男の人いる、おるって言うんですよ。かわいいな。お願いします。今から始めたいと思います。0時55分です。幽霊さん、幽霊さん、ここの部屋にいますか？幽霊さん、幽霊さん、この部屋にいますか？幽霊さん、もしもーし、いてますか？幽霊さん、おーい、おーい、幽霊さん、どこにいるんですか？行ってください。え、行ってください、何、何だって？もう一回言って。幽霊さん、幽霊さん、もしもーし、来たい。来たい、なんて、どこに来たいん？何が来たいねん。おい、こら、喋れ。おい、喋れよ、幽霊。取れ高ないやろ、このままやったら。幽霊さん、暑くないですか？暑いでしょ。今年の夏も暑いでしょ。ああ、すいません、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、もうとりあえずこのまま朝まで、朝まで時飛ばし。
はい、おはよう朝日の時間です。おはようございます。おはようございます。疲れましたね。疲れました。あ、僕はもう爆睡したんで全然感じ取らなかったんですけど、うん、ここ1ヶ月ぐらい家で寝てるのに全然疲れが取れないんで心配です。検証結果はどうですか？検証結果は僕はもういるとしか思ってないです、うん、僕もいると思います。僕は霊感がなくてわからないという、はい、まあちょっと録画編集さんに渡して何か撮れてないか見といてもらいます。で、重要なのがそのもし、うん、そのこの動画を見て見える人がいたならコメント欄で教えてもらいたい。そうです。じゃあ竹くん除霊へ行ってらっしゃい。行ってきます。そう、俺何これ嘘だもん。俺は見てないんだけど、はい、相当やばいんだ。まあ本当に起きてたんやったらやばいっす。テレビが勝手についたみたいです。そう、はい、あいつがやったんだろうか。YouTube とかでそういうなんか怖い屋敷とか行ったとかあるじゃん。何でもなんかちょっと思うって思うけど、いや僕もそう思ったんですけど、行った途端に安井くん安井くん今テレビ勝手についたんよって、もうちょっと早く来たらよかったのにみたいな。でも声聞こえとった。いや本当おはつもうお祓い行くってお祓い行って今はもううちのうちの至るところにお札貼って貼ったで、毎朝欠かさず森塩を交換してます。それどうなった？声よかった、うん、嘘つけな、お前とって。そう、近所だろう。近所で今日は水曜日、日曜日にお祓い行ったら、それも、それとこのまま連れて声聞こえた。お前絶対嘘ついてる。お前絶対嘘ついてる。聞こえたんだろ。あ、これ近所だわみたいな。じゃあ、今してないですけど、仕事中の、うん、術みたいなことが起こされて、あ、これその値段も知らんぞ、奥さん。いや高いやろ。だって太鼓とか笛とかトラトラガイみたいな。ちょっと待ってね。これそう。いいよお前。ああ。何言うかね。テレビで見るやつや。すごい袴着て。あとは視聴者信じる信じないは視聴者の皆さんの。そうですね。ね。はい。お任せしますけど、そのレイの話をしてからあのまだ YouTube 公開されてないんですけど、塗り替え道場さんのにレイが取り付いてますよみたいなコメントが入ったんで、お前らがやらせじゃない？そう取りに行った次の日の動画に映ってて、僕がドッキリはめられた動画に関係のないのに塗り替え道場にはレイが取り付いてますって撮影、はい、した後は誰かにたずらやっとんだろう。あ、違うんすか？だって僕のアカウントを見てもらえるそんなんすか？やらせ疑惑やと思って僕速攻面白かったって。まあ視聴者皆さん、まあこれは信じる信じるは、まあ、あの視聴の自由なんで、まあ、俺はもう今ゴブゴブぐらい、これではもう1球ぐらいで信じなかったけど、はい皆さん、まだちょっとこうちょっと変わったところになっちゃいましたけど、なんか可愛いものシリーズみたいになっちゃったけど、はい、まだコメントを見る今20万人超えて勢いよく、もう21万人いきそうだな。いきそうですね。5000超えてきた、はい、うん、勢いよく伸びますので、ぜひまたチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。